けど声潰しちゃうんで、ちょっとあの空気で。本当に懐かしいですね。本当に心温かい人々たくさん住んでます。大阪、この大阪を守っていただきたい。大阪を守るにはどうしたらいいかって言ったら、大阪選挙区から素晴らしい候補者を選んでいただきたいってことなんです。私先ほど辰巳幸太郎さんの応援に入りました。そしてこれから亀石美智子さんの応援に参加することになってます。2人の候補者を応援するって一体何考えてるのかって方いらっしゃいますけど、何を言ってるんですか。大阪4つ議席あるんですよ。その2つを野党側で取りに行かないでどうするんですか。辰巳幸太郎さんも応援してあげて、亀石さんも応援してあげて、大阪の人たちの底力見せて。2議席は亀石さんと辰巳さん確定できるようにより一層広げていただきたいんですよ。力貸してくれますか。あまりにもひどい政治が続いてる。みんなの首絞まってばっかり。生活苦しい人、国民生活基礎調査でも 57% 超えてんですよ。地盤沈下してる。ここに対して消費税増税なんて狂気の沙汰ですよ。消費税凍結もこんなのない。消費税は廃止しかない。私そう思ってます。20年以上デフレが続いてるんですよ。世界でそんな国一つもない。まともな状況にしてほしい。あなたの生活を底上げしなきゃどうやって日本守るって言うんだよって思うんですよ。あなたの生活を底上げする、中小企業生きる気概してもらう、そのためには消費税廃止以外ない。私はそう思ってます。そして今登場してくれました。ありがとうございます。亀石美智子さん、素晴らしい候補者です。本当に本当ならね、どんな問題が起こったとしてもスルーされてしまいそうなことでさえしっかりキャッチして、その先頭に立ち続けてきた、そういう弁護士の活動を得られてきた方ですよ。皆さんラッキーですね。大阪で投票したい人がここにいるじゃないですか。これから2人でこの場をお借りいたしまして演説させていただきたいと思いますが、これ何か順番的なこととかありますか。すいません。お揃いのコンバースがいいよ。改めまして、山本太郎と申します。大きな声でごめんなさい。山本太郎、選挙区は東京だったんですよ。2013年、6年前、東京選挙区から66万を超える方々に国会に送っていただいた。でも今回は東京選挙区ではなく全国でやってます。全国で山本太郎って書いてもらって、その勢力を大きくして国会にややこしい人たちをたくさん作っていきたいと思ってるんです。まっすぐな地べた配置つまってでも空気を読まないってこと、今国会に一番そういう人たちが必要だと思ってるんですよ。私はね、亀石さんも国会内の永田町のリズムとかっていうことを多分読まずに皆さんのために政治ができる方だと思ってます。読めないんじゃないですか。空気読まないだけなんですよ。永田町のリズムでだいたいこういうもんだなっていうところに声も上げていかなかったら、なり合いの政治で終わっちゃいますよ。だからこそ皆さんに本当のことを伝える人たちが必要。大阪の選挙区からは必ずこの方を送っていただきたい。亀石美智子さん、亀石美智子さんです。山本太郎、6年間参議院にいました。その最前列で今行われている政治に参加し、それを見てきた。どんな政治だったか。残念ながら金になることはすぐにでも決まる。でも命や人間の尊厳という部分に関しての事柄は一向に前に進まない、そんな政治だったんです。はっきり言います。今の政治、
皆さんのことはコストとしてしか見てない。嫌な話ですね。何のために皆さん税金払ってもらってるんですか。支え合いの社会、自分が困った時に真っ先に手を差し伸べてくれるのが政治であったり社会であってほしいという思いないですか皆さん。何度でもやり直せる社会、そういう社会作りたくないですか。一回ミスったら人生終わり、そんなビビりながら生きてる心地なんてしませんよ。今は明らかに生産性で人間の価値が測られるような状況になってきた。つまりは何か、あなたは役に立ってますか。あなた一体何ができるんですかっていうような視線からその人間の価値を測るような状況になってきてる。こんな生きづらい社会ないですよ。自分が何も生み出そうか生み出す前か、ただ存在しているだけで価値があるっていう社会を実現するためにも選挙があるんですよ。4割以上の人興味持ってない、もう諦めてしまってる。でもちょっと待ってほしい。あなたが政治から手を離した瞬間に政治はどんどん、この世の中はどんどん破壊されていくんですよ。あなたのものでなくなっていくんです。どうかもう一回この参議院選挙だけでもいい、自分の力を集めて自分の思う候補者を国会に送り出してほしいんです。大阪選挙区からは亀井ひかりです。亀井ひみつこさん、私山本太郎、消費税廃止にしろっつってます。消費税どうして必要なんですかね。ちょっとマイク厳しいな、すいませんね。もうちょっと上げてもらえますか。うちのうちの前からもうちょっと上がりますか。うちの前からすいません。ワンツーワンツーワンツー、山本太郎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 、税金を払えません、税金を払えないんですっていう税の滞納のうちの6割を占めるのが消費税。つまり何かって、もう吹っ壊れてるんですよ、その税制自体が。中小企業、零細企業、消費税なんて払えない。それだけじゃない、消費税は事業者以外にも一人一人の生活が首締まってますよ。例えばお腹が空いた、おにぎりを買う、パンを買う、そこにも消費税かかってくるんですよ。生きるために必ず毎回取られる罰金が消費税なんですよ。こんな不公平な話あります。金持ちが道楽で買うダイヤモンド、今日生きるために買うおにぎりにも同じ税金がかかるなんてありえない話ですよ。この消費税、山本太郎は廃止にすべきだとやってます。で、そこで問題になるのは何かと申しますと、消費税をなくした分の税収は何で賄うんですかってことです。大体いくらぐらい、20兆円ぐらい、消費税をやめた場合20兆円分の税収が失われる。じゃあこれを別のもので調達すればいいですよね。例えばどうですか、所得税、今金持ちのために安くなり続けてますよ。最高税率引き上げましょうよ。そうですか、所得税の最高税率を引き上げる。そしてもう一つ、法人税現在税率はフラット、大企業も中小も零細もフラットです、決まっていく税率が。これを累進性を導入する。要は何か、儲かっていれば儲かっているほどパーセンテージが高まり、儲かっていない時には税負担が減る。これ普通の取り方じゃないですか。皆さんどう思われます。今の税の取り方、法人税はフラットにしている。中小も大企業も同じ税率だけれども、大企業の
込み、そこから税の割引のシステムが80以上あるんですよ。ずるくないですか。この中に80以上税の割引のシステムを適用してもらったって方いらっしゃいますか。この中にいらっしゃったら亀井さんにぜひ献金いただきたいと思います。いらっしゃらない該当者なし、わかりました。話先に進めます。そのような、今言いました、例えば所得税、最高税率を上げる、それだけじゃなく、それだけじゃなく、例えばですよ、金融資産から得られる所得、例えば株で利益が上がったとかっていうんですね。それ今分離されてるんですね、分離課税。どうして分離するの？所得は所得なの。これ総合課税、先ほど言った法人税も累進税導入する。この2つで29兆円のお金が出るんですって。ねえ、だったら忖度するべきは誰かってこと分かるでしょってことですよ。この国にいる皆さんに忖度しろって話ですよね。消費税20兆円分の財源は簡単に確保できましたよ。これができれば9兆円上がってます。何に使いましょうか。いろんなこと考えられると思うんですけれど、私の提案は奨学金。国がやってる奨学金ですよ。あのこういうふうに金中の時代にこの奨学金は金融食品として作られた。何か利息で儲かるっていうシステムにしたってことですよ。利息で誰が儲かる。金融機関。年間どれぐらい。350億ぐらい。冗談じゃないってことですよ。いい加減にしろですよ。教育を受けたいと思う者たちを食い物にするなって話だと思いません皆さん。現在奨学金を借りている人たち、そして今返している人たち、全部合わせたら555万人。これを一気にチャラにすると9兆円。消費税をなしにして20兆円。555万人をチャラにして9兆円、合わせて29兆円。これお金こっちに使うのどうですかね。まずいい少子化が国なんだって言ってたくせに何もしてないじゃないかってことですよ。少子化を克服するためには教育、本人と家族に負担がかからないようにする。そして安い敷金、礼金、保証金とかいらないような形で自分の家を持てる。しかも家賃は安く、そして給料が少ない人には補填する。そのような3つがなければどう考えたって少子化なんて克服できるはずもないですよね皆さん。これはもう2014年、15年ぐらいからずっと国会の中で言い続けてます。この3つが一丁目一番地じゃないかってこと、菅官房長官にも何回も言ってる。返ってくる答えは何か。自助、自立、自分の足で立てって自己責任ですよ。自己責任を要求する、自己責任を強いるような政治家なんだったら、どうしてみんなの税金でご飯食べてんだって話なんですよ。これを変えていける。どうしてか。この国にはまだ選挙制度がある。民主主義を最低限担保するための仕組みが残ってる。だから選挙で変える以外ない。力貸してほしいんです。心ある人を国会に送っていただきたい。大阪の議席は4つ、1つくださいよ、1つ議席くださいよ。亀石さんに、亀石美智子さんに、恋にならない恋を救い続けてきた。それを国会議員でもないのにやり続けてきたんですよ。その先頭に立ってきた、そういう人を国会に送っていただきたい。皆さん力貸してください。大阪選挙区、亀石美智子、亀石美智子です。社会の中で光の当たらないところにいる人たちも弁護してきました。
なんかあれですね、マイクがね、私が勤めてた事務所、大阪弁護士会が作った事務所で、弁護士費用を今回払えない人たちのための事務所なんです。弁護士費用で着手金20万とか30万かかります。それが今回払えない人結構いらっしゃるんですね。生活保護世帯の方であったり、年金生活者の方であったり、そして一人親家庭でしんどい思いしながらお子さんを育てているお母さんであったり、そして非正規雇用の方ですね。今非正規雇用の方、全労働者の4割に達しています。そしてそのほとんどの方が年収が200万円未満です。一生懸命フルタイムで働いても年収が200万円未満なんですよ。そしていらなくなったら使い捨てですか。おかしいですよね。残業代ぐらいちゃんと払ってもらいましょうよ。過労死するまで働く必要なんてないです。定時で帰りましょうよ。定時で帰りましょうよ。それが当たり前の働き方じゃないですか。生活が苦しいって、国民の6割近い方が生活が苦しいって感じてるんですよ。日々の生活、お金のこと心配してる。それなのに消費税を 10% に上げたらおかしくないですか。誰がお金持ってるんですか。企業が持ってるんだったら法人税、お金持ちからは所得税、固定資産持ってるんだったら固定資産税、株で儲かってるんだったら金融所得課税、もっとそういうところから負担してもらえばいいじゃないですか。どうしてこんな日々の生活に苦しんで、働いても働いても豊かにならない、むしろ貧しくなっていっている、そんな庶民から消費税取るんですか。おかしいですよね。今の政治家、国民の方全然向いてないと思います。何兆円もかけて戦闘機買うんだったら、まず先にやることあるじゃないですか。何兆円もあったら解決できる問題たくさんありますよね。待機児童の問題にしたって、それ解決するのに何兆円もいらないじゃないですか。なんか優先順位間違ってますよね。この政治を変えなきゃいけないって思うんです。私も本当に思うんです。でも今まで私は政治にあんまり積極的に関わらないようにしてました。弁護士だから司法の世界で頑張ろうって思って、こんな風に候補者の演説に足を止めることもなかったし、チラシすら受け取ることがなかったんです。できれば政治に関わらないようにしようと思ってました。なんかややこしいし、巻き込まれたら大変だとか思ってたんです。だけど山本太郎さん、1974年生まれ、同じ年なんです。山本太郎さんと、だから山本太郎さんが高校生の時ですよね。テレビに出てる時から私は山本太郎さんのこと見てた、同じ年だから。だから山本太郎さんが今政治の世界でこんな風に空気読まずに、私たちの声を代弁して戦ってくれてる、それを見てやっぱりやらなきゃって思ったんです。やっぱりどうしても心動かされますよね。山本太郎さんの話聞いてたら立ち上がったと思うし、立ち上がった人を応援しなきゃって思いませんか。そうですよね。同い年の山本さんがこう政治の世界で戦ってるのをただ黙って見てるわけにいかないと思ったんです。だから山本さんだって毎年炊き出し行ってますよね。ああいう姿見て私も同じ心の持ってるって思ったんです。だから私もやんなきゃって思って政治に関わりたくはなかったんだけども、手遅れになる前にやんなきゃって思いました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。私一人の力で絶対無理だから、皆さんの力を貸してほしいです。どうか皆さんの力で、今本当に激戦ですよね、大阪大接戦です。皆さん方の力があれば、なんとか私たち山本太郎さんと一緒に国会で働けると思う。どうか力を貸してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞどうぞ、もう中の上に立って、多分この後移動しなきゃいけなくなるのでツーショットとか撮れないと思うんですよ。だから勝手に
撮ってもらっていいですか。いいですか。はい、じゃあこちら側からいきます。どうぞ。ほぼ肖像現在選挙中につき、どうぞどうぞ。じゃあ順番にこう右側に連れていきますか。ありがとうございます。大阪選挙区、この人しかいない、亀石美智子。あなたの声を聞く人、一生懸命汗を流す人、そういう人を国会に送っていただきたい。人の痛みを分かる、感じられる、そういう人になっていただきたい。力を貸していただきたいんです。マイクを握っているのは山本太郎。全力で応援する人は亀石美智子さんです。この人しかいない、亀石美智子。ありがとうございます。どうかどうか横に広げてください。あなたの一票はありがたいけれども、その一票じゃ足りない。もっと横に広げていただきたいんです。2票を3票によろしくお願いいたします。ただいま山本太郎、そして亀石美智子、合同で演説会をさせていただきました。でこの後は天満橋にも行きます。皆さん、難波から天満橋の移動、電車ですぐに行けます。この後ぜひ天満橋でもう一度聞きたい方はお聞きいただきまして、山本太郎、そして亀石美智子、ちょっと今の政治に待ったをかけるためにも、今ここに足を止めてくださった皆さんが一歩二歩行動を起こしていただくしか道はありません。40席のうち、天満です。天満に利用いたします。どうぞ皆さん、今の山本太郎の話、亀石美智子の話、こんな荘屋は国民が動かなかばらへんわ、そう思った皆さんのご支援を